さあ今夜も始まりました不思議物研究会のお時間です。今日もカニャが話してくれます。私は聞き役です。リスナーさん一緒にリスナーになりましょう、はい、今日も4本撮りなんで最初の1回目チュンがね対策をやってくれたんでもうお疲れですから、エンジン使い切りました、はい、じゃあ聞いててください。はい聞いてます。これエドワード・ゴーリーのさっき話をしてさ、はい、今後ちょっと一緒に展覧会というか行くから超エドワード・ゴーリー真面目に行きたいですね。その話したって言ったでしょ。次はこれも未解決事件だったっていうのかな、まあ未解決事件っていいのかな、一応未解決事件なんですけど、韓国の未解決事件です。これ前にさ、ちんちゃんにさ、ちょっとこれをモチーフにした映画を一緒に見たい、胸くそ、あの殺人の追憶だったかなっていう韓国の映画で、父ちゃん一人で見たんだけど、だから未解決事件好きでしょ、だからそのモチーフで見てたんだけど、どう思った、やっぱ胸くそだなって改めて思ったんだけど、胸くそって言ったら私多分叫んでる、うん、で今回それをちょっと、はい、ちんちゃんと一緒に見る前に、うんうんうん、映画を見る前に、うんうん、前情報を知っといた方が映画見やすいんで、うん、なんですいません、ちょっと聞いてもらう人に申し訳ないけど、ちゅんちゃんに映画を見てもらう前に知っておいてもらおうと思って書いただけです、うん、ちょ映画見たいっすねこれね、はい、じゃあいきますよ。はいお願いします。ほら日本ではさ三大未解決事件ってあるでしょ。日本にも三大未解決事件、うん、ほら3億円事件とかあとは世田谷一家とか、うわあとなんだっけ、あ、違う、平成の三大未解決とかが確か世田谷、あとスーパー南平銃、拳銃あるんだけど、もう一個忘れちゃったけど、で、これは韓国の三大未解決事件の一つです、はい、で、先に二つをね、簡単に言っちゃうと、カエル少年事件というのとイ・ヒョンホ誘拐殺人事件っていうのが今回のファソン連続殺人事件っていう紹介するものの他の2つの未解決事件です。 OK です。一応言うとカエル少年事件っていうのは1991年に少年5人が山椒魚の卵を取りに行くって言って出たきりに帰ってこなかったと、うん、で韓国警察は同時期に地方選挙があったんだよね、うん、だからそこで警察がもう全員動員されてたから正直ろくな捜査しなかった。5人の失踪とかただの家出じゃないのみたいな、うん、いう簡単、まあ、判断をして捜査をしなかった。で事件の11年後に、まあ、殴られて殺されたというか、遺体が5人分見つかったという事件だ。警察の怠慢とかもあったんじゃないかって言われるのもあるし、怖っていう事件です。でこれ11年後にそう見つかったんですよ、山の中から。で白骨化してる、うん、もちろん。それでも骨でもさ、どういう死に方してるのか分かるから。そこでこれ一応カエル少年って書いてある。なんでカエルなのってあるの、山椒魚の、うん、これ山椒魚とカエルを当時報道で間違っただけです。なるほど、はい、カエルを取りに行くって家出たって思ってただけ、だからこういう名前がついちゃったってだけで、イ・ヒョンホ誘拐殺人事件っていうのは同じく1991年にイ・ヒョンホ君9歳が夜の公園で行方不明になりました。その夜に犯人から自宅に電話がありました、うん、でその電話を境にその後44日間60回にわたって身代金請求などの電話がありました。めちゃくちゃかけてきてたんだよね、うん、めちゃめちゃかけてくるんやん。で身代金受け渡しで犯人を取り逃しちゃった。その後遺体が発見されました。ただこれイ・ヒョンホ君は誘拐直後に殺害されてたんで、遺体を死亡解剖したら、なんでこれ犯人はちょっとね胸くそなんだけど、もう殺した時点で電話をずっとかけ続けてたっていう事件です。身代金要求とか60回44日間にあったって言うんですけども、これ実は誘拐された直後に死んでました、イ・ヒョンホ君っていう事件なんですよ。嫌な事件でしょ。これが三大未解決事件の2つです。涼しい、うん、最後
これがちょっと殺人の強くて映画になってる事件なんだけど、うん、結構ねこの殺人の強くて映画見たんだけど、うん、まあどちらかというと結構忠実に合ってる気もする。どうじゃん、その実際の事件とね、うん、もちろんちょっと殺害されるシーンとかほとんど映さないよ、うん、映画の中では、うん、じゃあ行きますよ、事件の概要から、ファソン連続殺人事件いきます、はい、1986年から1991年の、まあ、5年間で起きた殺人事件、連続殺人事件です、うん、被害者は14歳から71歳の女性ばかりを狙ってます、うん、結構年齢の幅も広いでしょ、結構ね、うん、で全て性的暴行した後に殺害してます、うん、でストッキングで後ろ手に縛るつのかな、うんうん、後ろにをストッキングで縛って、まあ、下着で口を塞ぐなど、まあ、残忍な姿で遺棄されてたという事件、うん、これ最低でも10人を殺害してる。で30件以上の強姦事件が最低でもあったんじゃないかと言われてます。めっちゃ怖いやん、うん、っていう話、まあ、だからこれね、この時代も外出られんやろ。あ、実際にそうだったんですよ。だから電柱になんか警報のボタンとかあんのかな、韓国。ああ、どうなんだろうね。この事件がきっかけなのかな。っていうのも、まあこれ最低でも10名ですが、14名とも言われたりするんだけどね。はい。結構韓国の都市伝説にもなっちゃったりとか。うん。雨が降ってる夜に赤い服を着て外を出るな、みたいな、うん。そしたら殺されるよ、みたいな。都市伝説みたいな。要は日本でいう口先女みたいな感じ。その格好して夜出たらまずいよみたいなのが、いや被害者がね赤い服だったりしたから、いやもう怖すぎるっていうのが起きてしまうくらい、まあ、社会的にもすごい問題になった事件。いやこれは本当に護身術習った方がいい。これね、日本とは規模が違うんだけど、もう大規模な捜査が行われたんだよね、もちろん。で警察官機動隊合わせてこの事件に関わった人167万人です。そんないる？まあもう要は韓国の要は名誉の中で全さ一回じゃないよ。こんな人かけて解決とかやばくない？それなんですよ。それが未解決事件にした理由でもあるんですよ。ああ。そのプレッシャーが。で、要は容疑者として挙げられた人は2万1000人以上。だからさ、容疑者って何なのか知ってる？2万1000人以上いたら容疑者なんていないに等しいやろみたいな。DNA 鑑定は570人、毛髪鑑定は180人、指紋鑑定は4万人以上行われた。まあでもまあ動いてるんだね、なんか結構。ただ台湾というよりはめちゃくちゃ捜査してる。めっちゃ頑張って捜査してたんだけ。だからカエル君、カエル少年事件とは逆だよね。力入れまくった。そうだね、入れまくった。じゃあ行きます、うん、事件の内容からね、簡単なちょっとこれは紹介にします。ちょっと詳しく言うとかなり胸くそなんで、はい、かなりオブラートに包んだ状態でもこの状態と思って、もうオブラートに包んでください。1件目、最初の事件としては1986年9月の15日、うん、被害者は71歳の女性、うん、下半身は下着を脱がされた状態で発見される、うん、この方娘の家から帰る途中に殺害されてました。これが1件目、うん、2件目、1986年10月の20日、要は1ヶ月後くらいだね、うん、被害者は25歳の女性、うん、農水路、要は農業の畑のね、水が出る、田んぼの水はけするとか、うんうんうん、農水路で全裸で発見される、うん、この方はお見合いの帰り道で殺害されてました、うん、で、犯人の毛髪がついてたり、彼女じゃなくてね、うん、でこれが B 型っていう結果が出てます、うん、3件目1986年12月12日まあ事件から2ヶ月後いかないくらい、被害者は24歳の女性、まあ行方不明になってましたよ。だからこれね、殺害されてすぐ発見じゃないんだよね、行方不明になってて、その4ヶ月後に腐乱した状態で発見されました。うん、口にはストッキングが入っていて、それは女性のものだった、うん、この方は夫と食事後に、夫はちょっと仕事がまだ残ってるからって言って食事の後に会社に戻ったの、うん、でそれを奥さんは見送ったの、
その後に殺害された。4件目、1986年12月の14日、うん、被害者は、23歳女性、うん、両手をストッキングで縛られてガードルを頭にかぶせられていったと、うん、傘を使って性的暴行されていた。まあこれかなりオブラートに包んでます。で、5件目、1987年1月の10日、うん、もうかなりの早いペースでしょ、この人犯人、うん、被害者は18歳の女性、うん、両手をストッキングで縛られていた、うん、B 型の血液と精液が見つかってます。ここでは B 型、絶対 B 型に絞っておいてほしいよ、容疑者全員。6件目、1987年5月の2日、うん、被害者は29歳女性、うん、松の木に覆われて発見された、うん、ここでは犯人のスニーカーの跡も見つかってる。なんで見つからんかね、こいつ、うんうんうん、7件目1988年1月の14日、うん、被害者は19歳の女性、クリスマスイブに行方不明になった、あと、うん、ブラウスで両手を縛られた状態で見つかる、殺害されたね、うん。8件目、1988年9月の7日、被害者は52歳の女性、うん、バスに乗った犯人と思われる人物が運転手に見られてます。うん、はい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 。ただこの事件のみ室内での犯行、それまで全部外の野外、野外なんですよ。でしたね、うん、で9件目、被害者は14歳の女性、うん、学校帰りに殺害されました、うん、被害者の所持品、ボールペン、フォーク、要は学校で使うんだよね、うん、などが使用されていた。要はまあこれは一番結構俺の中でも、まあ、これは火で殺され方だなっていうやつでした。で10件目、被害者は69歳の女性、自宅付近で殺害されてた。これ全部おばあさん全部性的暴行プラス同じような手口です。これ未解決ってやばない、うん、でいずれこれが10件なんだけど最低10件ですいうことだけ覚えて、でいずれも暴行の後に絞殺、ボールペンとか傘を使った残忍な犯行、ストッキングを X 字に縛ってたっていうやり方なんですよ。これね犯人ね、怖いのは用意周到に準備してる人じゃないんですよ。もう突発的、突発的というのはないんだけど、犯行に使う道具が全部女性の所持品なんですよ。これが怖いのよ。後ろ手に縛るロープを持ってるわけでもなく、女性のストッキング、口を塞ぐのは女性の下着、殺害したりとか残忍な行為するのはその人の所持品だから、後が残りにくいのか、うん、まあでも DNA も残ってたりするんだけどね。まあ隠す気があるのかどうなのかも分からない。なんか自分の所持品だとこれを買った販売経路はとかさ、それに疲れそうだけど、これだとちょっと、うん、で捜査として現場には、まあ、精液とか指紋もあるし、もちろん指紋もあるのよ、全然あるし、全然毛髪も、毛髪もある、スニーカーの跡、タバコの吸い殻も残ってたりとかして、だから解決は早いって思われてたんだよね、証拠がありまくるから。なんだけど難航し始めると。で韓国の中でのベテランの刑事、要は有名な各所のね、いろんな捜査で成果を上げてる刑事がどんどん呼び出す、集合させられて、で次々と事件に参加する200万人近い捜査員が一同に事件に当たった。さっきめっちゃ人数言ってたけど、もうその人数がね、いろんな捜査員が入ってたと。でもなかなか捕まらないことで、正直韓国って日本よりちょっと世間のバッシング強いと思わない？うん、バッシング強い、強いっしょ。バッシング強いからみんななんか自殺してるイメージ、うん、でしょ。なんでちょっと日本より過激なバッシングがあったりするじゃない。まあ日本も同じようなもんだよね、うん、でちょっと強いじゃない。強い、まあ、そのなんていうのか、気質、うん、で、まあ、なかなか捕まらないことへの世間のバッシングがあったんだよね、やっぱり、うん、でね、正直ね、ストレスから命を絶った警察官もいますっていうくらいのバッシング。
で、待って、普通に容疑者の人が自殺しちゃうの？違う、警察官です。警察官が自殺しちゃうの？はい。かわいそう、うん、で、正直厳しい取り調べで自殺する容疑者もいた。普通に容疑者も捜査官ももちろん世間からのバッシングで自殺しちゃったりしたんだけど、容疑者も厳しい取り調べで自殺しちゃった。それを一人じゃなくて何人かってこと？うん、何人かだったかな。まあでもいた、まあ、もう病んじゃってる人ももちろんいたし、ね、うん。でその後です、8件目の事件の容疑者が逮捕されました。8件目覚えてる、これね、唯一室内だった犯行の人。ああ、これがまあ容疑者が捕まると、8件目の事件の容疑者が逮捕されると、うん、これは近隣に住む22歳の男性で、うん、農機具の修理工をしていた人だった、うん、血液型は B 型、うん、で陰謀も似てると、うん、まあこの時代だからね、うん、似てるとかいう監視結果なんだけど、うん、もう出てると。しかし立証されたのは8件目だけ、これ模倣犯っていう判断だった。で8件目だけ若干ちょっと場所も違うんだよね、うん、場所もちょっと違くて、だからバスの運転手に 見られてるでしょ、うん、犯人がっていう話だったじゃん。え、その行為を見てたってことか。あ、じゃなくて、あの要は怪しいっていう証言があったってだけ。あ、なるほどなるほど、うん、だから要は場所が違うの、ここだけ。では言うなら、この町で起きた殺人事件だとするじゃない、10件が、うん、だけどその1件だけ違う隣町みたいなイメージ。なるほど、違うところで行われた。しかも殺人の手口として室内だったんですよ。だから模倣犯だろ、それも違うっていうので逮捕されましたよと。で判決は無期懲役で収監されました。だから8件目だけこの人が犯人だろうという判断でした。で2006年に、8件目以外、8件目はもちろん正式に逮捕されて事件解決してるんで、時効が成立してます、うん、で今韓国はもう時効はないんだけど、うん、この時代では時効だったんで正式にこの事件は未解決事件になりましたという話です。でここまでだとちょっと韓国の警察の捜査能力とかさ、こんだけの人数やってっていうのがちょっと不満出るじゃない。まあ多すぎだよね。だけどここからはね、父ちゃん的にはなんだけど、個人的には日本の警察よりもすごいなって思ってるところを言っていくとね、うん、これ日本にも導入してほしい捜査なんだけど、うん、韓国には重要未解決事件捜査チームっていうのがあるんですよ。要は社会に影響を与えた未解決事件は時効が成立しようが犯人を見つけようっていうのがあるんですよ。いや、ぜひ導入していただきたい、うん、で事件後にもう捜査官はこれね、結構ね、時効が成立したタイミングも結構ほら、こんだけの捜査官やったじゃない、警視総監かなんかがその時警察の長がね、記者会見で話したりすんのよ、うん、犯人に向けての会見をしたりするの、うん、そのちょっと内容を見るとさ、あ、本当に悔しいんだなって思うような内容だったりするんだけど、うん、まあで事件ね、その人はもう定年になっちゃうけど、実俺の部下というか若い連中はまだお前の DNA を持って探し回ってんだぞっていうのを、俺はもう引退するからお前は捕まえらんないけど、うん、っていう記者会見をやったりするんだけど、そんな話の通りで事件後も捜査官は犯人の DNA をたびたび科捜研に出しては、うん、今収監されてる囚人とか容疑者と一致しないかなってのずっとやり続けてた。素晴らしい。未解決後もで、まあ、DNA と一致しないかなってやり続けて、その努力がついに実ったのが事件発生後30年後の2019年になんですよ。すげえ最近でしょ。この事件2019年に週刊誌の DNA と一致しました。この一致した DNA の男性、なんで入ってるかっていうと、妻の妹、結婚してたね、奥さんの妹を暴行後に殺害したっていう罪で服役中のイ・チュンジェっていう男性だった。ただ血液型は O 型でした。
やっぱりその時の DNA 検査とか血液がちょっと、その時は B 型じゃなかったんじゃないの、ね、本当 B 型。へえ。まあこれはもう 100% 一致はしてるんだけど、 DNA が一致してる、うん、だけど血液型は O 型でした。で、E チュンジは、あ、チュンジは自白しなかったんだよね、うん、正直そりゃそうじゃない、未解決事件でわざわざ言う必要ないじゃない、やってないっていうに決まってるんだけど、捜査チームも、ね、頭良くて、うん、この未解決事件の捜査チーム、面会に女性捜査官を担当させたの、うん、言わないから、自白しないから、そう、これだけずっと性的反抗してるわけじゃない、うん、性的暴行の上殺害っていう、で今回服役してるのも暴行後に殺害してるじゃない、ね、妹さんを、うん、女性捜査官を担当させる。そうするとこのチュンジェは、うん、面会に来てほしいから小出しにしながら事件の内容を話していくわけ。それで10件の犯行の他4件の殺害、だからさっき言った10件以外の4件の殺害の内容、そして他にも30件以上の強姦っていうのを自白したの。だから解決したの、全部10件のやつを 自白してるし、プラス見つかってない4件も自白してるし、殺害してない30件の強姦事件も自白した。いやマジでこの捜査導入してほしいわ。すごい大事だよね。現在の入ってくるたびに DNA、 とんでもない邪悪な、うん、やばいっしょ。いやすごい、これ努力が実る、うん、ほんと幸運だったね。これはただこれ一個気になってありません？はい、10件全部自白したんです、この人。30年後に見つかった。8件目は、そうなんです、これ模倣犯じゃないんです。この8件目の犯人が捕まってるやつは30年後このチュンジェは自白してます、明確に。え、じゃあ8件目もこいつなの？はい、8件目は完全に冤罪です。だから30年間服役してます、この22歳の男性は。でもこれまあ無期懲役でずっとっていうわけじゃなく、見つかったのは幸いなのかもしれないけど、ただこのチュンジは発見もちゃんと自白してる。でこれはね、ちょっと若干戻るんだけど、このじゃあ30年後に見つかった2019年に犯人って判明したイ・チュンジェっていうのはどういうやつかっていうと、1963年に農家の家庭で生まれるんだよね、うん、で、まあ、厳格な父親の下で感情を押し殺して育った人なんだけど、まあ、韓国だから徴兵制で3年間陸軍に勤務して、はい、除隊後は電気部品の会社に就職しました、うん、ただその年に軍をね除隊したその年に小学生に性的暴行を行ったっていうのを自白してます。誰に？警察に？この時に、要は30件の強姦事件を自白してるでしょ。ああ、これは事件立証されてるんじゃないですか。ああ、なるほど、ごめんなさい。そうそうそう、OK？ だから初めての犯行は除隊後すぐにです。小学生に対して性的暴行を行ってます。うわ、怖え。このファソンっていうのはね、場所ね、の名前なんだけど、うん、っていうのは連続殺人事件後に引っ越して別の町にこの方は移動してます、うん、チュンジは。でその移動した先の建設会社に就職してるんだけど、移動した町で、うん、そこで出会った女性と結婚して、うん、子供も生まれて、うん、ただ家庭内暴力がひどくて奥さんと子供は家を出ました、うん、でその後この町でも2件の殺人事件を起こしていた。これはシリアルキラーや。この2件の殺人事件はさっき言ったほら最低10件残り4件のうちの2件ね起こしていたと。でやばい面としては今言ったシリアルキラーってみたいに周りの人間への印象すんごいいいんだよね、この人。周りの人に聞いてみるとすんごいいい印象なんですよ、全員で。ご近所さんとか同級生はもう本当に優しくてハキハキ挨拶もしてくれて、でも一貫して全員好印象だった。悪いっていう人いない、この人のこと。
なんか印象がいい人、誰に対しても誰に対しても印象がいい人は一番気をつけた方がいいね。しかも怖いのは家庭内暴力をしていた奥さんいるでしょ。奥さんに暴力振るってたじゃん、はい、奥さん出てたじゃん、はい、その奥さんの家族にも印象がいいんですよ。奥さんに暴力って振ってんだよ。で奥さんの妹を殺害して逮捕されてるじゃない、はい、その逮捕されるまでにその奥さんの母父親、うん、イメージできる、ちょっと奥さんの父親ね、奥さんの妹を殺害してるのね、うん、で逮捕されてるんだけど、奥さんの妹を殺害したのがまだ見つかる前、うん、殺害した後ね、うん、犯捕まるまでに、うん、このお父さん、うん、妹さんお父さん、妹さんのお父さん、奥さんのお父さんのね、お母さんのお父さんでもある、うん、奥さんのお父さんでもある、を慰めてるの。殺害したことに、殺害したの分かってって、犯人なんだけどお父さん知らないじゃんそのこと。だから一生懸命何を慰めてんの、何を慰める必要がある、マジで。いや、要はいなくなっちゃったじゃん妹さんが。あ、まだ犯行はしたんだよ。あ、犯行はした後なんだけど警察に捕まる前だからまだ妹さんは失踪、いなくなっちゃった。あ、見つかってないよね。でもその時奥さんはもう暴力振るわれまくってんだよ。でもう別居してるわけ、うん、でも印象が良くて父親と信頼関係があるんだよちゃんと。怖い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 、ちょっと不自然じゃない、キモい。なんだけどだから妹さんが亡くないなくなった後もすごい慰めて、じゃあ一緒に失踪届出しに行きましょうって言ってるわけだから協力してんの捜査に。で刑務所内でも模範囚として服役してたんだけど、だ模範囚もすごい人らしくて、誰も良い、もうこの人は時計仕掛けのオレンジやん、大丈夫だねって言った状態で DNA が一致しました。時計仕掛けのオレンジ、やばいでしょ。うわめっちゃ怖っ。で、まあ、その後さっき言ったみたいに8件目の事件で無期懲役で服役してた男性いるでしょ、うん、かわいそうにね。これ2000、これねかわいそうなんだけど2019年に DNA が一致してこの人だって分かったじゃない、うん、実はこの人2009年に服役終わってんすよ。だから20年懲役して服役して、うん、それで仮釈放されてたんですよ、うん、だからもう実は刑を終えちゃってたんだよねほとんど、うん、仮釈放はまだではあるんだけど。で出所後はこのね冤罪で捕まった男性、出所後は、まあ、服役中にお世話になったシスター、まあ、韓国のね刑務所にいるシスターにの家の近くに家を借りて、うん、これはもう別にあれで恋人関係とかじゃないよ、うん、借りてまあ自分の家族とは連絡をしなかったの、うん、でひっそりと仕事をして生活をしてた、うん、なんで家族に連絡しなかったのってインタビューとかあったりするんだけど、うん、それはもう叔父にも姉にも弟にもみんなこの事件のせいで苦労させたと、うん、誰かをまた巻き込んでしまうと思うのが怖かったと、だからもう人と会いたくないって言ってめっちゃ悲しい。そう、それで服役して出た後はもうひっそりと暮らしてた。めっちゃ悲しい。で事件から31年経った後無罪が言い渡されたと。いや一応無罪にはなったんだけどいう話だから、この人もね、もちろん亡くなった方が一番の被害者ではあるんだけど、もうこの人 もう十分被害者で、でまあ余談ではあるんだけど、あのこのね冤罪で捕まっちゃった男性、刑務所内のあだ名は無罪、無罪っていうであだ名で通ってた。要はこの人ずっと20年間自分はやってないって言い続けてんの。で、まあ、再審はずっとダメだと退けられてて、でもずっと無罪を言い続けてたっていう人です。でこれねバスの運転手の目撃情報あったじゃない、うん、これ正直当てにされなかったんです当時、うん、っていうのは別にバスの中で殺人事件があったわけじゃないし、うん、でしょ、うん、で血液型が B 型だっていうので判明もしてて、陰毛の毛髪検査も一致してるっていうので、ようだっつって、でまあアリバイとかもあったんだろうね、なかったかなんかで捕まったじゃない、うん、だからこのバスの運転手の目撃情報って実は
まあ変な人がバスに乗ってたっていう話だから、うんうん、正直相手にされなかった、うん、ただこのバスの運転手の目撃情報がこの2019年に犯人が分かって見てみるとすっげえ正確だったの、うん、なんかね足をなんか前にダーンって当ててタバコ吸おうとしてたりとか一緒だったらしいの、ね、バス、うん、アタオカ、ね、火貸してくれみたいな運転手でやべえやつだなと思って火を貸したかなんかで、うん、もう事件にしたくないからちょっと覚えてたんだってそれが要はハソンの方から来たんだろうねバスで乗ってたんだろうねだからこいつやばいやつだぞって思ってらしくてでも顔はなんか童顔で、うん、なんか変な人だなって思ってたらしい、うん、だから警察に行ったらしいんだけどそれは相手にされなくてただ後にやってみるとすごい似てたっていうのもあっていう話だったとでまあファソンはね、まあ、事件後今はもう田舎町じゃなくて高級マンション街になっちゃってるのね、うん、でこれちょっと正直俺はそんなに好きな結末じゃないんだけどこのイーチュンズいるじゃないね、うん、この連続殺人した犯した犯人の家族、うんうん、いや普通さ殺害されてまあもちろんその人たちに罪はないんだけど、うん、家族もさこんだけの殺人事件を犯したらさちょっとつつましく生活してそうなイメージあるじゃない、うん、バレないようにというか、うん、このファソンっていうのは高級マンション街になってるじゃないだからこのチュンジェの家族はなんでこんなところ高層マンションが立ち上がる住宅街になってるの、うん、このねチュンジェの家族は事件後にもちろんこの場所をさ売却するわけだよね、うん売却して数億円を手にしてるんだよだから正直まあ普通に優雅な生活をしてるっていう状態ですとだから別に賠償もしないしね無罪だからそこはもうでイ・チュンジェです、うんこの方無期懲役で入ってるんでまあ、なんで死刑はないの？だって時効だもん。この方は妹の殺害事件でしか捕まってないです。要はこんだけ14人を大体殺してはいるんだけど、一人の殺人事件でしか逮捕されてないんで。でしょ？残り自白はしてても証拠もないから。こいつ名前変えさせちゃダメだよ。だから。この一件の殺害で無期懲役で入ってるんで2014年まあ外に出る可能性が高い出ている可能性が高いと今2023年の時点で60歳はい超怖いなんでおそらくだけどこの方はもう外に出てますねうわ怖っ怖っこれだけの殺害をした方なんだけどもう生活してます、ね、普通にさこの後もよこの後も韓国で殺害があった場合は必ず DNA こいつと照らし合わせた方がいいと思うでこの人がね今家族と一緒に住んでるかは分からないけど家族はもう今数億円を手にしてるわけじゃない、うん、そこに戻っていくわけじゃない、うん、この順次はだから本当に何のなく今暮らしてると思うっていう話なんです以上なかなかやばい話なんですけど切ならじゃあちょっと映画見てみましょう今日は以上でございます今日はありがとうございましたまた不思議話の研究会楽しみに待っててください失礼しますチャンネル登録よろしくねバイバーイ